タウラフミマルは、福岡県大野城市出身のプロ野球選手。左投げ左打。福岡ソフトバンクホークス所属。大野城市立平野小学校1年生から、平野リトルジャガーズで、軟式野球をはじめ、大野城市立平野中学校では、投資圏外野手として、公式野球クラブ、糸島ボーイズに所属する。2年生の夏には全日本中学。 野球選手権大会に出場。準決勝で先発し、力0の完封勝利を収める。迎えた決勝戦では後に、高校時代の監督となる、梶者匠が率いる、平方ボーイズと対戦となった。高校は、修学館高等学校に進学し、1年生の秋からベンチ入りを果たす。甲子園には2年生の春の、 第88回選抜高等学校野球大会、夏の第98回全国高等学校野球選手権大会、3年生の春の第89回選抜高等学校野球大会、夏の第99回全国高等学校野球選手権大会と4期連続の出場を果たしたが、3年生の夏は2回戦で、中村進西洋する広陵高校に6対1で、敗れ、 4期連続の準決勝進出はならなかった。久喜隆平は高校の一学年先輩であり、バッテリーを組んでいた。2017年9月に開催された2017、WBSCU-18 ワールドカップにおいて、中村進生や同期入団となる、増田玉良らと共に、U-18 野球日本代表に選出され、同大会ではリリーフとして5試合、 先発で1試合に登板し、13回に3を投げて29三振を奪い、救援部門でベストナインに選出された。またこの活躍により、大野城市から平成29年度大野城市特別表彰を受賞する。10月26日に行われたプロ野球ドラフト会議にて、福岡ソフトバンクホークスからドラフト5巡目で指名され、11月28日、 福岡市内にて入団交渉を行い、契約金3500万円、年俸500万円で契約合意に達し、12月7日、福岡市内のホテルで入団発表会見が行われた。背番号は56。2018年5月1日に行われたウエスタンリーグ対阪神戦において3番手で当番し、2回を脱三振に、 無失点で2軍公式戦初登板を果たすが、その後3ヶ月間、怪我による離脱を余儀なくされ、復帰登板は9月25日に行われた3軍の BFL 選抜との練習試合となる。2軍公式戦登板は上記の1試合のみであり、3軍戦も9試合の登板にとどまった。シーズンオフの11月25日から台湾で開催された2018。 アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPBUS 単選抜に選出され7試合に登板し0勝1敗にホールド防御率0.56の成績を上げる2019年7月9日に出場選手登録され初の一軍昇格翌10日の埼玉西武ライオンズ戦でプロ初登板を果たすと2回を投げ2イニングとも三者凡退に抑えた以降 8試合に登板し、勝ち負けなし、防御率4.50の成績を残す。シーズンオフの11月10日、福岡市内の球団事務所で契約交渉に臨み、80万円増の年俸を580万円で契約公開した。2020年、腰痛や左肩痛に悩まされ、1軍公式戦の登板はなく、2軍公式戦においても1試合の登板にとどまった。 シーズンオフの12月4日、福岡市内の球団事務所で契約交渉に臨み、20万円減の年俸を560万円で契約公開した。2021年は初めて開幕を一軍で迎えた。4試合目の当番となった4月11日の対楽天戦では6回から3番手として2イニン,ングを1アンダム失点に抑え、 この試合に先発した松本裕希が4回完了時に降板していたため、プロイル初の勝利投手となった。最速時速148キロメートルの威力のある、ストレートと横のスライダー、手元で鋭く落ちるチェンジアップを投げる。特に、チェンジアップは精度が高く、決め球として、空振りを取れる。田浦の初登板の映像を見た、ダルビッシュ有が、そのチェンジアップに対して、俺が、 こんなんやったら一球で肩もげると表紙絶賛した。ありがとうございます。